はい、サイはい、サイはい、シュートでーす。マキでーす。はい、ユニバース生活始まりました。はい、今日も始まりましたよと。はい、今日はめちゃくちゃ晴れてますね。いい天気でございますよ、はい、そしてなんと、ギノアンとギノアンに来てます我らがすごい地元のというか、もうほとんど近所でございますよ。歩いても来れるんじゃないかなぐらい近いところに来たんですけども、はいはい、なんかね、最近、本当に最近オープンした、うん、お店をちょっと紹介していきたいと思います、うん、はい、沖縄ではね、うん、初の、三色丼のお店、三色屋さんでございます、はい、本当にこの道めちゃくちゃ通るからさ、そうそうそう、あの通るたびになんか改装してるなみたいな、うん、そうそうそう、はい、って感じでね、ずっと気になってたんでね、はい、紹介したいんですけども、一応駐車場もね、うん、向こうにその空き地があって4台ほど止められますね、はい、はい、ということで早速どんな感じなのか調査していきましょう。はい、ゴー。はい、というわけでですね、店内入りました、うん、ということで、メニューも可愛いです、はい、三つ折りになっております。三色屋でございます。はい、はい、こんな感じになっております。もうシンプルですね。シンプルにね、うん、まあ、こうやってね、あのサイズがあるんですけども、ライスのサイズかな、はいはい、で元々このひき肉はついてるみたいですね。なるほどなるほど。でこちらから選んでもらって、うん、でここからセットで、うん、まあ、2色こっち選べると。サイドメニューを2種類選ぶ感じですね。でこの値段になると、そのまま、そうそう、それで3色ということですから。はい、でトッピングもありますと、うん、そう、いろいろありますね。はい、ということで兄貴はですね、うん、この大のライスとひき肉に、はい、切り卵とほうれん草を入れました、はい、そしてさらにトッピングでチーズでございます。チーズまでいったね。いきましたね。で俺がですね、特別メニューみたいな感じで、うん、そうそう、まあ、こっちに中身汁ってあるんですけど、うん、これ沖縄のお祝いの、はい、そうそう、時にある食べ物なんですけど、はいはい、それのなんかセット、こんな感じで、うん、三色丼プラス、うん、中身汁のセットということで、こちら俺は頼んでみましたね。はい、はい、じゃあ楽しみだね。ゆっくり待っていきましょうか。はい、ということでね、はい、本日注文したメニューはこちらでございます。届きましたね、うまそうだしな。やばいよ、やばいな。はい、こんな感じよ。めちゃくちゃうまそうよ。はい、はい、ということでね、はい、注文したメニューを紹介していきたいと思うんですけど、はい、まずはこちら。こちらですか。はい、三色丼の、はい、まあ、ひき肉と、はい、あと入り卵と、あとほうれん草が入った、はい、でトッピングにチーズでございますの大でございます、ね、三色丼でございますね、はい、これはもちろん大でございます。はい、そしてこちらが、はい、中身汁のセット、はい、まあ、中身汁と、はい、あとはこの三色丼の、はい、生がついてきてます。そうですね。こちら人参とか、はい、温泉卵とかからし菜が入った、そうですね、三色丼にしております。楽しみだね。はい、ということで早速ね、はい、食べていきたいと思います。はい、まずはね、お店の中がね、昭和レトロな感じっていうのかな、うん、そう、雰囲気もね、はい、落ち着いた感じの、なんかスナックとかを改装したような雰囲気ですね。そうそうそう、ね、元々はほら、そんな感じ、バーカウンターあって、そうそう、レトロな感じでね。そうなんですよね。めちゃくちゃ雰囲気もいいんでございます。はい、じゃ早速ね、はい、見ていきたいと思うんですけど、はい、もうこれよ、これマジでやばいから ね大、あの蓋閉まってなかったよな。そうそうそうもうこの溶けたチーズたまらんな。いやー、うまそうだね。いきましょうか。じゃ早速いただいていきたいと思います。じゃまずはひき肉とね、はい、このほうれん草とチーズも乗っけた感じでいきましょうか。特製ひき肉ですよ、これは。じゃあ、いただきます。はい、うわ、うわ、うまそう。うわ、すごいボリュームだ ね、うん、ね、結構トッピング多いもんね。本当にいろいろ選べてね、うん、これは自分好みに本当に作れるのは嬉しいですね。確かに確かに、うまい、うん、うまっ。でさ、はい、この、 あのお米とかにもすごいあのこだわりがあって、うん、にこだわってるみたいね。そうそう、なんか広島県から、うん、このお米を取り寄せて、うん、使ってるみたいなんですけど、はい、まあ、これがあの秋ロマンっていうのがあって、秋ロマンですね。そうそう、冷えても美味しいお米を作ってるみたいで、はい、いいっすね、うん、確かにめちゃくちゃこの丼に合ってますね。なんか独特の爽やかさがあるって書いてあったね。あ、本当ですかいいですね、それは、うん、このね、三色丼の専門家のお店っていうのが、うん、この沖縄県内で初めてみたいなんですよね。初でございます。初でございます。で、本当にあの最近、めちゃくちゃ最近オープンですから。マジよ本当になんか半年も経ってないと思うんですよ、ね、ここの道通るたびに思ってた。そうそう、なんかできてるなみたいな。三色屋ってなんだろうな、なんだろうな、全然聞き慣れなかったから、うん、調べてみたら、はい、こういったのが三色丼を専門にしてるお店ということで、はい、いやー、これはもうね、
我らは地元宜野湾ということで、はい、もう取材しなきゃいかんでしょうと、うん、いうことで今回来てますけど、しかも縁があるのかわからないけど店長さん、以前会ってたね。そうでちょっとイベントでね、はい、まさかの結構何年か前そうですね司会をされてたということで実はびっくりしましたね。まさかのつながりがあるというさすが宜野湾ですからね宜野湾狭いですね。確かに確かに、いやもうこれ間違いないですから、マジ美味しい。チーズいいな、すごい米似合うな、うーんすごい似合う、もうランキング1位じゃない。いやーこれ俺6割いけそうな勢い、誰も競ってないぐらい1位と2位の差が激しいぐらいダントツダントツで米似合うランキング1位と。あーいるねそういうのねパウンド4パウンド、そうそう4団体統一な知らん知らん、それ誰も知らんから、毎回知らん、あーそれ知ってるじゃあね続いて、弟にも食べてもらいましょう。出たり入ったり出たり入ったり出ない入ったりそぼろ丼、いや絶対面白くないしかもそもそもそぼろじゃないから全然面白くないわ。はい、ということで出たり入ったり番でした。なんかもっと何かあるのかと思ったよね俺は絞り出そうと思ったけど、あの直前まで出なかったです。出なかった、まあまあまあこういう日もあるでしょう。はい、あの向こうで店長さんたちも出たり入ったりやってたよ、うん、優しいね、真似してやってたよ、優しいね、ありがとうございますはい、ということでですね、まあ、はいはい、これはね、中身汁のこのセットでございます、うん、3食丼の、いやー中身汁よこれ、はい、しかもこれは10食限定なんで、うん、あのもう早い者勝ちでございます。そうだね、はい、ということで中身汁はね、うん、沖縄の郷土料理、料理か、はい、郷土料理の一つでございます。はい、この豚のもつが入ってる、そうそうそう、まあ、汁物っていう感じかな、汁物かな、うん、県外で言えば、うん、じゃあ早速食べていいですか。はい、行きましょうか。店長さん言うには、はい、あの出汁にアグー豚の出汁を取ってみたいです、うん、あ沖縄のブランド豚、はい、そうなんですよ。じゃあ早速このシンプルアグー豚汁からいきましょう、はい、シンプルアグー豚汁、うん、はいはいはい、いきたいと思います、はい、あうまマジでうまいね。アグーが今走ってた、走ってた、脳内にアグーが走ってたどういう感覚か共感できんけどクスクスってきた、やった、うん、よっしゃ今日いい感じだぞみんな優しいからな、うまいうまいうまい、いやー地元っていいっすね、うん、めちゃくちゃうまい、ねね、中身汁ってなかなか食べる機会ないというか、うん、まあ、沖縄の人でもそうそうそう、お祝い事とか、うん、はいはい、お正月とかね、確かに確かに、そういった日にしか食べないですから、うん、確かにね、こうやってさ、うん、商品として出すのってなかなかないんですよ、うん、そうそう、うん、やっぱね、手間が結構かかっちゃうから、そうですね、こうやって見て、具材も半端ないよ、そうそう、いっぱい入ってますね、こんにゃくが入ってるのかな、そう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 、はい、いいですね、もつかな、うん、豚のもつが入ってます、はい、いただきます。はい、あうまい、うん、みんなが美味しいっていうやつだから、はい、もうちっちゃい頃から食べてる味ですから、そうそうそう、懐かしい感じがしますね、うん、でもね、うん、しかも、はいはい、これにですね、うん、さらに、あ、なるほどなるほど、カツオオイルがあるんですね、あカツオオイル、はい、刻み生姜とカツオオイル、あ、やっぱ生姜ね大事ですよね、うん、これをねちょっとかけることによって、うん、風味が変わると、それ気になるな、気になるな、お、すごいすごい、そういう楽しみ方もあるだよ、こんな感じ、うん、生姜もいっちゃいましょうよ、生姜いっちゃいますか、うん、さあ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 、こうでございますよ、はい、こうやってこうが出ますから、そうですね、右に左にこうやってこうだからはい、いきます、はいいただきます、うん、あ、うまいな、どんなカツオオイルって、うん、あ、確かにめちゃくちゃカツオきた、うんうん、また頭走ってた、今は走ってなかった、今は走ってなかった口の中でちゃんと広がった、あ、オッケーオッケー、うん、美味しい、うん、あ、なんか沖縄そばっぽいその、うん、あ、なるほど、あの出汁、うんうん、風味になるかもしれない、うん、雰囲気が、うん、二度楽しめるんですね、二度楽しめますね、いいなぁ、うん、めちゃくちゃ具入ってるからね、ね、嬉しいね、このうわすごい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 、うまっ、うまそう、マジでうまい、もうこれ食べたらさ、うん、米行きたくなるんですよ、間違いないですね、でこの3食セットでしょ、はい、ありますよ、しっかりと、最高すぎでしょ、しかも小なのにでかすぎだからね、え、うん、お得よこれは、だいぶ、じゃこっちも行こうかな、はいはいはい、はい、こうやってね卵も崩しますと、はい、うん、これもねしっかりトッピング入った感じで、うん、まずね、うん、この肉、ひき肉の肉と卵を絡めていきましょうか、うまそうだね、うまいでしょ絶対、うわー、うまそう、いきます、いただきます、うわ、温泉卵間違いなさそうだな、これは、隣の人参もいっちゃいます、うま
うわうわペロリよこれ。なんてことだ、こんなことしていい、こんなことしていいですよ、こんなことしていいんですか。もう今日は特別でございます。3食もいっちゃっていいんですか、ね、素晴らしいな。たくさんね、はいはい、種類選べるんで、そう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 、なんだろう、毎回違うその3食丼を楽しめるっていうのも、うん、確かに確かにいいのかなって思うんですけどね。今日はこれとこれ入れて食べてみようとかね、うん、選べるの嬉しいね。もう今動画気にしないように混ぜますってから食べてる。めちゃくちゃ入れてますからもう喋る気ないでしょぐらいのちょっと喋りは兄貴に任して。いやいやいや、うん、うまっ、うまそう。からしな好きなんですよ、うん、めちゃくちゃうまい。はい、というわけでですね、はい、はい、テイク2になります。はい、兄貴がどうかをしてませんでした。失礼しました。はい、というわけで、はい、ですね、うん、こうやってね、ちょっと気になるんですけども、そう、メニュー見た時にね、食やーとあります。もう2回目の説明なんですけども、メニューが表にこうやってありまして、そうそう、あって後ろ気になるじゃないですか、こうやって。そうそうそう、雰囲気変わって、なんかちょっとおしゃれな感じ、なんぞやと、うん、夜も実は営業をやっております。はいはい、はい、バーとしての営業もやってて、うん、18時から24時までは、うん、あの予約必須なんですけども、うん、やっております。そうそうそう、でメニューも、まあ、このメニューに変わるんですけども、はいはい、まあ、ドリンクが300円で飲める、お酒もだいぶ安い、バーにしたらめちゃくちゃ安いですもんね、はい、でしかも、はい、この名前呼びがね、サンドショックヤーじゃないですか、はい、これをあの何英語風に言うと、うん、サンショックヤー、サンショックヤー、サンショックヤーでございます。はい、店長さんがね、はい、言ってましたね。そう、すごいなんかもうドヤ顔で言ってた、教えていただきまして、ドヤ顔とかいじんな。はい、というわけなんですけど、面白いですねこういうの、うん、まあ、昼とは変わって夜の営業もやっておりますので、はい、前もってね、ご連絡してください、うん、ということだったね、はい、予約してくださいということで、じゃあゆっくり食べていきましょう。はいよ、はい、いただきましたよ。すごい美味しかったな。いや、普通に、うん、なんかおかわりぐらいいけるかなと思ったけど、うん、結構な量でした。結構な量よ。そうそう、やっぱ台はね、ガッツリ系にはおすすめでございます。すごく楽しくね、撮影させていただいてますけども、はいはい、で、あの三食屋さんなんですけど、はい、だから営業は出張、はい、前もしてるらしくて、ね、近くの宜野湾市役所の方で、はいはいはい、昼の時間、うん、大体11時から12時ぐらいの間で、うん、弁当の方も販売してるみたいなので、うん、まあ、こことは違うメニューを、毎週毎週メニューが変わって、うん、まあ、それを販売してるみたいなんですけど、そうですね、まあ、近くの方はね、うん、お弁当もご利用していただければなと思います。はい、そして、こちら今回ね、ご紹介した三食屋さんなんですが、はい、まあ、営業時間、うん、お昼の11時から、はい、3時までの営業になってます、うん、はい、でまたその後6時からはまたバーの営業だったりとかやってるんですよね、みたいでございます、はい、で、お休みの方が毎週日曜日が、はい、お休みで、で、バーの方はですね、はい、前日に、うん、何時に来るみたいな、うん、ああね、連絡が必要ということなので、うん、はい、まあ、ご利用する際は、はい、連絡いただければなと思います。はい、そして、はい、テイクアウトも、テイクアウトもね、やってますので、はい、まあ、この三色丼を自宅に持ち帰って食べることもできるので、はい、ぜひそちらもね、合わせてご利用してもらえたらなと思います。ウェイ、今日はこんな感じで動画終わりたいと思います。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。三食屋めちゃくちゃ美味しかったです。みんな来てね。ありがとうございます。